持ち主が誰なのかはゲーム内で言及されない。まあメトロシティの路地裏で力に焦がれた男が目覚めたって書いてあったからな。そのいじめられっ子みたいなやつがさ、ギャングみたいなやつにボコボコにされて、くそ力が欲しいって言ってたら、ベガの四年隊みたいなやつが寄ってきて、ふん、力をくれてやろうか、私の体になれとか言って中にスーッて入ってって、うわーっつってムキムキになったのかもしれないしな。死んだ男ベガ、その名を俺が引き継ごう。ただ乗っ取りがなんか完全に言ってなくて、元の人格っぽいからさ、そこがなんかどうかだよね。でベガってさ、一人称俺じゃなかったと思うんだよね。ベガ、このベガ様なんだよね。一人称だから、この俺の上さえ満たせればそれでいいっていうのはなんかベガっぽくないんだよな。暴れてみましょう、ボンボリリー。オッケー。上を満たせればいいってのは野心がないよね。そうね。まあもう竜に負けちゃったことで、強いやつを引っ張り出すための黒い月計画までやって、最強の戦士が結局竜で、竜に負けたっていうことでもう満足しちゃったのかもしれないけどな。ただ記憶失ってるから、そういった事情を忘れて、お事情を忘れて、ただやっぱ戦いてえっていう格闘家としてのさ、そのベースの心みたいなやつが出てきて、そう言ってんのかもしれないし。な、バカ者、下手くそ。もともと格闘王的な異名あったよね。そうそうそう、もう本当に格闘技として世界最強の男だったはずだから、だから俺より強いやつはいないのかっていうことでスト2が始まってるからね。俺より強いやついないと人生つまんないんだがって言って始まってるのがスト2だから、かなり裕次郎的なやつではある。